お前とはやりたかったんだいや。まあ、海外って、まあ、海外でもその、まあ、地下格みたいなケージの中で試合したりとかそんなんしてました。基本はじゃあ地下が見えるの？そうですね、地下だけです。なるほど。地元でラッパーとして活動させてもらってて、で知名度を上げれたらいいなと思って参加させてもらいました。でそれで勝てると思います？まあ、この中で勝ってプラスあれですよ、あの大阪とか戦っていこうですから気持ちがあればいけると。わかりました。久々にその喧嘩だもんで、ちょっと暴れようかなと思って。格闘技経験もないんですけど、まあ、喧嘩やって、まあ、その自分が本気になったことがないんで、そういうリングの上でやるのも初めてなんですけど、思いっきりやれるかなと思って、この腕組みとやりたいですよ。はい、はい、はい、一人足らんのか。いけハザなんだよ、危ない、なんだよ、ダメじゃあそこを試合決定しましょうか。とりあえずスパリング決定で、はい、じゃあ一旦どうしようか。じゃあこことここ2人やりましょうか。そうですね、経歴的に言うまではここ、この2人行きましょうか。2人決定で必ず倒します。はい、倒します。おー、めちゃくちゃ1分しかないから、ダメだよ。はい、はい、はい、行けよ。はい、はい、行け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 行そうしないとね、今度僕は選ばれませんから。がむしゃらに頑張ります。始まります。はい、1分行こう、1分1分ラッパーの子もね、頑張って強かったんです。これはカルロス？そう、カルロス。見た感じだとサンテさんが一番、そうですね、技術的にも高いなって、うん、強いかな。ここはミドル級はサンテさんで決定しました。それはあのこちら側であの話した結果決まりで、まあ有名になりたいんでちょうどいいですね。まあ本当に本当人殴るのがずっと得意だったんで、得意なことでやっぱ日の目を浴びれるってなかなかないと思うんで、まあ、ぜひぜひこの機会にと思ってます。4人なのに6人分、ね、迫力が許されたと全然違う。そうですね、まあ、負ける気は全くしないんで応募してもらって、で、まあ、隣にいる同級生で宗師なんですけど、こいつまず食っていきたいと思ってます。お二人は喧嘩勝負がないんですか？で、あ、なんでどっちが最強かも、あ、なるほど、まずここで決めて。いいですね、面白そうですね。なんか豊橋代表として全国の練習を全員ぶっ飛ばしたいなと思ってます。まあ、運営の皆さん、本当に豊橋に身を称賛したいんだったら僕を連れてほしいです。あとは、こいつは本当に雑魚です。雑魚です、こいつは。それだけはそんな人に。おい、どっこら、止めて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 、これでかいな、これでかいから。お前とはやりたかったんだいや。やってやられるな。あ、怖い。
まさかこんな舞台になると分かったけどな。やるか。いいっすね、因縁対決、これいいっすね、なんか。うん、か強そうだし。じゃあ、そこを試合決定しましょう。はい、いいっすね。なんか、喧嘩が強くて花があると聞いたんで、その通りです。なんか、じゃれ合いと、なんか仏像みたいなやつしかいなくて、みたいな感じなんで、ぜひともささっと終わらして、お腹空いたんで、はい。じゃれ合いとね、はい、お願いします。いいっすね。あ、重いですね。花あるし。確かに、いいっすね。相撲10年やったんで、まあ、体のサイズも違うし、筋肉量も違うかなって、サポートしてできました。体重何キロあるんですか？140。おー、すごいな。もう、やめて5年経つんで。まあ、それどうにか戻して、はい、立ってみてください。じゃあ、はい、でも意外に血の気の多いやつ、まだ林も集まってたな。これが豊橋代表。大塚！殺す。弱いやつよ、ほどよく吠えるんで、すぐ飛ばします。最高ですね。はい、マスク。でも二人とも男だったね。戻って。避けず。避けず。気合いしよう。いいぞ、いいぞ。力は強いですね、やっぱりね。あこれが気合だよ。どん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 話ですね。お願いします。気合入っとった。うわこれ微妙ですね。全然いい感じだったんですよ。川上、ここ難しいな。ここ路上で見つけてるまま助けてきて、ちゃんとバシバシになるやつ。川上くんと浩平くんが試合で決勝になります。でこれで代表が、豊橋の代表が決まります。はい、悔いのないように戦ってください。じゃあ行きましょうか。行きましょうか。はい、決勝戦。もうここまで来た。綺麗で。僕は格闘技は一切やってないです。負けるために来たわけじゃないので、まあ当たり前かなと。まあ、こっからなんで、やっぱ豊橋も盛り上げたいですし、あと自分の、まあ、ファミリーもいろいろなところで活躍してて、今頑張ってるので、まあそろそろ自分も何かやらないといけないなと思って、大阪も埼玉も全部もらっていくんで、全部もらいに行くつもりなんで、僕は。まあ目標は、そうですね、全国統一ですね。まあ僕を止めたかったら、まあ息の根で止めるぐらい来ないと無理なんで、かかってこいって感じなので、よろしくです。
最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。やってやられるな。